IBM ホストシステムへアクセスする端末エミュレータ端末エミュレータ端末模倣プログラムとは端末として動作するソフトウェアである端末エミュレータといった場合は DECVT100 のエミュレーションをするソフトウェアを指すことが多い別称としてターミナルエミュレータまた特にグラフィカルユーザーインターフェース環境で用いるものを端末ウィンドウと呼ぶことがある キャラクターユーザーインターフェースを提供する。端末エミュレータは専用端末の機能をパーソナルコンピュータやユニックスワークステーションなどで代替するためのソフトウェア。通常はキャラクターベースのビデオ端末をエミュレートするがグラフィック端末やプリンタのエミュレーションを行うものもある。端末エミュレータを動作させるコンピュータが Windows システムを搭載している場合、 これを利用して一つのコンピュータ上で複数の端末エミュレータを同時に稼働させることができることが多い。これはほとんどの専用端末では実現できない機能である。TCP、IP を介した端末エミュレータの接続には SSH、Telnet SS、l o g i n 等の機能を用いる。LoGuin と Telnet はパスワードなども含めてすべての通信内容を 平文で送受信する。極めて限定された用途であれば、それが必ずしも悪いわけではないが、インターネットを介した接続ではあまりに危険な行為である。従って、近年は SSH による接続が一般的である。2015年頃まで Windows 用の SSH クライアントは公式に提供されていなかったため、端末エミュレータは SSH クライアントを統合したものが多かった。現在ではオープンシュインウィンドウズが提供されており、パワーシェルやコマンドプロンプトなどのコマンドラインツールから利用することができる。実際の端末における画面制御やキーボード制御、プリンタ制御など入出力処理には統一された規格が存在しない。現在、端末エミュレータを使用する接続先は、 ユニックスが多いため、ユニックスで事実上の標準となっている DEC 社の VT100 やその上位機種のエミュレータが多い。VT100 の端末エミュレータやその機能を VT100 と呼称する。接続先がメインフレームであれば IBM3270 富士通、日立製作所の端末を接続先が IBMAS400 であれば IBM 5250をエミュレートすることになる。それぞれのメーカーから純正のエミュレータが発売されているが、サードパーティー性もある。メインフレームの端末の多くは、RS-232 のような単純なシリアルインターフェースではなく、インテリジェントなものだったが、その後、シリアル接続やイーサネット接続も可能となっている。 多くの端末はキャラクターしか扱えないが、グラフィックを扱うことができる、グラフィック端末もある。例えばズーームがエミュレートするテクトロニクス4014が、その一例で、キャラクターとグラフィックのどちらも扱うことができる。日本では、ヤマハの YIS もよく知られている。また、コンピュータグラフィックスの黎明機には、多くのメインフレームに、オプションとして、 専用のグラフィック端末が用意されていた。ありがとうございます。